See you around! 鬼がかりも見えました。やり拓郎です。人生右打ちパチンコ大好き木村バンドと、人生台無し全部大嫌い赤木です。お願いします。全部大嫌いなの？今日は楽しんでよ。今日はねパチンコ僕やったことないから。ほぼねやったことないですからね、うん、一回大学の頃ちょろっとね。あ、そうですか。友達に連れて行ってもらって、うん、あの柄の悪い友達とちょっとやった。あの柄悪いとか言わないでください。友達がねこの見た目を生かして、うん、木村魚拓さんと間違えられて再生回数が伸びることを頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとわからないけど、はい、僕はお願いします。すいません。お願いします。どうもどうもどうも、豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラです。お願いします。はーい、プードルのメラちゃんです。お願いします。はーい。よー、なんで、なんでなんで、いやちょっと相方さん、俺の相方はご都合によりでした。みんなペアで出てたよ。でしょう。コンビで。まあメラもでも強いから大丈夫。え、あのメラ強いん？強いんで。メラ前負けてたやろ。でも運、うん、は強いと言われてます。あ、ほんまですか。はい、まあまあ仲良くね、仲良くやっていきます。はい、仲いいから、仲いいから、ね、はい、頑張っていきましょう。よし、じゃあちょっと景気づけに行きます。はい、パチンコで大当たり、スリーダッ、えっ強っ、え、先月に引き続き始まりました気候なパチンコナンバーワングランプリ、略して KP1、 KP1、今回は初戦リーグ第4回戦の模様をお届けいたします。私実況解説を務めさせていただきます、ジャンバリドット TV ドレミです。よろしくお願いします。ドレミさん、ドレミさんだ。こんにちは。こんにちは。まさか明るい、急に明るい。こんにちは。どうも、豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラです。お願いします。ギャンブルさん、ギャンブルさん、こんにちは。ギャンゴリ様、タクロー赤木です。お願いします。赤木、赤木様。急にさっきまですごいもうシーンとなってたのが嘘みたいな。さっきシーンとなりすぎてドレミさんが心配してたから芸人スイッチオンだよ。オンにしてくれましたね。ありがとうございます。ドレミ様、はい、勝敗は定まにてつけさせていただきます。はいはい、実戦途中でコンビの絆が試されるタッグチャンスで大量出玉獲得のチャンスがありますので、皆様ご期待してお待ちいただければと思います。はい、さあそれではそれぞれ意気込みを聞いていきましょう。まずは拓郎のお二人。はい、実戦は木村さん。はい、どうですか。僕木村バンドがやっておりますけども、はい、もう僕はパチンコ大好きで、はい、昔週7通っておりまして毎日ですね、住民票も移すか迷ったぐらいなので同じパチンコ屋さんだったんですね。今日はもう絶対に出します。はい、僕はもう完全に初心者というか、はい、1回だけやるんですよ大学の頃に。はい、それも全然何も当たらなくて、はい、ハマってないんで今日機会にね、ハマって、また次のステージへね行ければと思います。次のステージへ。ネクストステージへな。どこを目指してるのか分かんないですけど、対戦する豪快キャプテンのお二人なんですけれども、はいはい、今回ちょっと体調不良ということでベイアンさんがお休みということで、そうなんですよ。僕の相方のベイアンがちょっと体調不良で、はいはい、残念ながらなんですけども、あのメラちゃんに来てもらいまして、はい、ピンチヒッターメラちゃん。あ、メラちゃんです。こんにちは。こんにちは。じゃないよ。ちょっとメラちゃんがね、はい、ちょっと僕は不安なんで、なんかさっきもあの、はい、スロットのリゼロは打ったことありますかって聞かれて、はい、その他のリゼロですかって言ったんでちょっとね、そんなやつがペアはちょっとあれなんですけどちょっと耳の問題です。それでは今回の対戦台を簡単にスペックご紹介いたしましょう。はい、リゼロから始める異世界生活鬼がかりバージョンです。鬼がかりバージョン、すごいタイトルですね。はい、すごい、うん、怖そう。大当たり確率 319.6 分の1、一種二種混合機です。はい、ラッシュ突入率は 55%、うん、はい、ラッシュの継続率は 77% なんですけれども、はい、すごいのがラッシュその 55% の方を取ったらいきなり3000発これでかいですよね。すごい、今までなかったんじゃないかなと思うんですけど、はい、でさらにあの突入しなくても1500玉はもらえるということになってますので、それはめちゃくちゃいいですね。
当たることに意味がある台なので、意味がありますね。3000発持ったところから ST できるって夢しかないですもんね。いや、そうですよね。でさらにその右打ち中でも3000発が 25% もあるので、はい、さらにさらにその3000発の保留連とかもあって、6000発みたいなのもめちゃくちゃ早いですね。出せたらすごい、でもないとんでもないスペックになっております。はい、鬼がかってるな。鬼がかり、あ、メラちゃんなんか、メラちゃんの今の煽りが来てたんですけど、アイゾーンっていうのに止まれば、はい、これも激アツでした。なるほどなるほど。鬼がかり、お、お出ましたよ。からのからの鬼がかり保留あ、でもあります、はいはい、あるんや、あったぞメラ。鬼圧保留というものがあります。鬼がかりじゃないんですけど、さすがさすがメラちゃん、よかった。危ねえ。あれ赤いんじゃんメラ。お、あ、ちゃうか。メラ赤い、メラ赤い、あ、ちゃうわ。メラ赤くない。メラが赤いのは、あの、はい、緊張で顔が赤いだけです。はい、やっぱりね、やっぱ難しいですよね、打ちながら喋ったりとかするのもそうだし。そうですね、今だから僕やり慣れてないことやってて、なるほどね、ちょっと錯覚というか、うん、今大きい銀玉が横にいるように見えるんですよね。あ、メラ、はい、メラちゃん、確かに。もしかしてメラの頭、なんか30円パチンコの一玉みたいな。はい、入らんねん。30円ですメラちゃん。こんなでっかいの入らんか、パチンコの台に。可愛い子出てきた今メラちゃんの台。どーら出てきましたね。あ、可愛い。あ、かわいい。メラちゃん誰が一番かわいい？ちょっと待ってくださいね、うん、ちょっと吟味させてくださいね。はい、すっと答えろよ。真剣真剣。あ、この青のこの、はい、おしとやかな。ほんでドレミさんちゃうんかい。私も待ってました正直。いや、ドレミさんや言うてたやんか。ドレミさんはもう一番上でしょこれは。いやいやいや、でも今日ね、メラちゃんがこっそりね話しかけてくれたんですよ、メラ、はいはいはい、がいない時に、はい、そしたらいきなり、はいはい、今日双子座の運勢1位でしたよって言われて、はい、1位だったんですよ。えっと思って、え、はい、メラちゃんが双子座なんですかって、僕はカニ座なんですけどって、ちゃんと調べててくれたっていうところが、もちろん158センチ B 型でしょ。わー、ちょっとそこまで来ると怖いけど。僕が160センチなんで、カップルとしてはちょうどいい、ちょっと、ね、いいぐらいの、はい、ちょうどいい。メラちゃんね、あの、はい、自分より身長の高い女性が好みでして。ああ、じゃあちょっと低い、はい、いやいや、そっか、関係ない、関係ない。で、メラちゃん昔、うん、あのスイッチバーっていうところに2人でいたことあって、はい、で、あの、パッと目離した隙にどこ行ったんかなと思って見たら、はい、自分より背の高い女性のところに見上げながらトコトコトコと言って、はいはい、ねえねえ身長何センチっていう新手のナンパしてたんで。子供やん、めちゃめちゃ高かった、170センチ以上あったもんな。え、それぐらい大きい人でも、大きい人の方がいいってことですか？だいたい158センチぐらいの人が好き。あら、うわ、キモー、はい、だいたい色悪いですね。157から8ぐらい。、はい、これ横のハハハは先読みですか？あ、先読みなんですけど、これが赤だったりすると、なるほど、はい、さすがですね、気づくところが。ありがとうございます、パチンコ大好きでございますから。週7ですもんね。はい、もう住民票を取りたいぐらいでしたね。行けることなら週 7? 週7で、えぐ、これで疑似霊になります。今回この疑似霊っていうのが、はい、もう疑似2だけでも 20% 超えるんで、意外とチャンスなんですよ。疑似霊は意外と絡んでくる、はい、あ、これがね、横切ってるのが煽りですよね。煽りです。おー、すごい、すごい、さすが、当たりそう。いや、まだです、まだです。メラ台見て、自分の台見て、はい、自分の台ですね。これでね、メラさんの方に鬼がかりの方に行けば、はい、熱くなっていくんで、はい、なるほど、さすがです。よう知ってますね。知ってんな、はい、もう今日の仕事にかけてきました。さあ、ヒロインビーチに行きましたね。そうですね、とりあえずここでね、煽ってますね、ってますね、煽ってくれてるのが鬼がかってくれれば、鬼がかっちゃいな、鬼がかるの、鬼がからず、鬼がからない、鬼がからず、鬼がからない。ちょっとメラちゃん、ちょっと保留たまったら手離してくれんと、はい、あ、すいません、まだ忘れてました。負けるやん、そんなんしてたら、はい、で、僕その週7パチンコやってた時に、はい、昔ガノの WX という初代の台やったんですけど、はいはい、僕、はいはい、ほんまに3000円あったら当たってて、いや、それはなかなかできることじゃないですよね。地元で黄金騎士ってあだ名ついて、で、先輩からその3000円で委託されるみたいな、はいはい、台を当ててくれと、はいはい、そうやん、そういうようなことをお願いされるぐらいなんですけど、はい、一回その、あまりにも当たるの嬉しすぎて、はい、
おしっこ漏らしちゃいました、当たった時に。ウレション、はい、ウレションで、でガロ、はい、でガロで出した出玉でパンツ買いに行ったことがありますね。はい、それトランクス、ボクサーブリーフ、ブリーフしかなかったのでブリーフでした。ボクサーブリーフでもいいっすよ。なんでトランクスかボクサーが気になったの。確かに。メラちゃんはボクサーですか、はい、トランクス。僕はちなみにボクサーブリーフですね。あ、ボクサーブリーフ、ちょっとボクサーキュッとしてるタイプのやつ。なるほど、はい、結構ドレミさんに刺さってますよ今の。刺さってました今。刺さってました。確かにボクサーブリーフ一番好きですね。わ、あ、ほら、うん、よかった。ちなみに僕の相方、はい、山下さんじゃないんですけど、僕の相方は、はい、あのトランクスタイプなんでダメだと思います。あ、意外、なんかボクサーブリーフ履いてそうなの、はい、相方に女性取られたらトラウマがあるから。あ、確かに。相方のことはちょっとでも悪く言って。なるほど。昔メラちゃん相方に女性を取られて、はいはいはい、駅の構内で涙を流しながら、はい、で僕はサポートしてたんですけどね、はい、で僕は最後の最後もう無理やから帰ろうかって言ったら、はい、なんだよお前まで裏切んのかよって涙流したことあるんで。懐かしいな、はい、すごいね。はい、改札の前でね。改札の前で泣いた。それでもなんかこう、はい、相方さんと仲がいいっていうのがね、そうですね、メラちゃんの力というか、魅力ですよね。車でバスでメラちゃんと喋ってて、はい、でメラちゃんはこれに一回来たことがあるんで、そのドレミさんって、はい、あの、あ、はいはい、どんな人なんていう風に聞いたら、うん、メラちゃんはいい女ですよって。え、意外、なんかそんな上からな感じ。ちょっと俺の女的な感じの雰囲気です。メラちゃん、白系青い、白系が青める。あ、やばい、じゃあメラちゃん、これ、止めてください。白毛チャレンジが、成功したら、えぐい、なんとラッシュも、ラッシュ確定。ここで来ればやばいよ。やばい。それで白芸ちゃん、襲来したの対決に行きます。ほう、これ勝ったらメラちゃん、はい、当てたらもうラッシュ3000発もらえるんですけど、よっしゃメラ来い。こちらはスロットでもおなじみの白芸戦です。です、ね、3回、チャレンジして倒せば、はい、ラッシュゲットということで、おっしゃ来い。ファーストアタックメラちゃん、ファーストアタック、はい、メラちゃん、これ決めたらドレミさんにアピールよ。おー、いいよ。これはちょっといい女にアピール。いいよ。でもメラちゃんプレッシャーに弱いからな。それは弱めな演出ですね。大丈夫。でも一発目はいけそう。一発目は、はい、いけるのか。オッケーオッケー。いや、これは入れたらすごい。メラちゃん、ドレミさんこれ入れたらすごいって。あ、プレッシャーに弱いやろ。いや、大丈夫。フルシュはちょっといいんじゃない。いや、でも悪くはない、悪くない。どこまで減るかですよね、メーターが。いやー、サードまでやからね。これほんと、おーおーおー、いくないくないくない、いったら減ってますね。いや、でも最後追撃来たら熱いですよ。いくのいくの、くん、あー、今のちゃん最後は何に止まるか。ドレミさんが見てるぞ。ドレミさんが見てるぞ。ドレミさんデムや。いや、あるかもしれない。でもデム、ドレミさんにええとこ見せれんのか。サマー、ドレミサマー出てる。早っ。あー、メラー、よしよしよし、惜しかった。でも早速いい演出見れましたね。いい演出、メラちゃんありがとうございます。楽しませてくれる。これは僕の作戦勝ちというか、はい、メラちゃん本当にプレッシャーに弱くてですね、女性への、うん、なるほど。昔女の子とご飯行った時にですね、はい、誘われて行ったんですけど、はい、そのバイト終わりでバイトのまかない山盛り食ってたんですよ、はい、でその後ご飯行かなくちゃいけなくなって、はい、ご飯食べようと頑張ったところ、はい、お腹を壊して救急車で運ばれたことがあるので。そんなに、はい、お腹の急性胃拡張っていうやつになって、恵比寿橋の下で一人で救急車を呼びました、はい、なので女性へのプレッシャーに半端なく弱いので。あ、なるほど、はい、今圧をかけてたんですね。今圧をかけてたという僕の作戦。応援してるようで、はい、でもいいですね、やっぱりさ、メラちゃんがいてくれると、はい、場がこう癒されるというか和む。あ、だから多分メラちゃんがね、みんなに好かれてるんじゃないですか、芸人さんたちに。そういうとこあります。まあまあまあ、確かにそうですね、はい、芸人はメラちゃんのこと好いてるんですけど、はい、メラちゃん結構その意外とプライド高くて、意外、舐められることとか嫌いなんですよ。いやいやいや、で、こいつ舐めたなって思うやついたら、はい、ブラックリストに名前を入れるんですよ。怖い怖い、はい、怖い怖い、でそれをリマインダー機能で何時になったら出てくるように設定してるんですけど、増えすぎて、5分おきぐらいに嫌なやつの名前出てしんどなってやめたらしいです。そうなんですよ。今もうなんか10行ぐらいになって読むの面倒くさくなる、なってます。なよなよネチネチなんやろな。あ、緑保留が入りました。あ、
音が鳴りましたね。これが先読みがねちょっと絡んでくれたりすれば。すごいな知識が。ここが色がね変わってもらえると。そうですね、緑保留がね一番弱い保留になります。こっからですよね。なるほど、緑が一番弱い。青のままだと大当たりなんです。実は。そうなんですね、はい、弱い保留。緑、紫、赤、金、鬼奴、鬼奴まで育ってくれれば、はい、鬼奴ね育っちゃいな。でもこう早い段階で緑保留来るのはいいですね。おっ、えぐい音鳴ってる。鳴ってるなぁ。ダイトのあのタイマーのとこが一瞬開きましたね。おタイマー発動してほしいですね。発動してほしいですね。でも疑似連行きました。一応疑似連行きました。終わりの始まり、終わりの始まり、終わりの始まり。保留が育ってほしいですね。育ってほしいですね。さあ、さあ、あ、変わりそう、変わりそう。うわ、紫になりました。一旦紫です。一旦紫、ま、そしてギジさんに、ギジさんに終わりが来てます。カムオン、一旦紫、カムオン、終わりの始まり、終わりの始まり。これギジ2でも熱いんですね、割と。そうですね、ギジ2でも 20% ぐらいあるし、ギジ3とか 25% ぐらいあります。もっとお熱くなりなはれ。どうなんだ、どうなんでしょうか。それな、鬼がかりがね、鬼がかるな。さあ外れろ。まだまだここは発展するで、ここは発展してですね、はい、ここからお熱くなりなはれ、お熱くなりなはれ。外れてくれ。いやいや、ここ頼む。決めれたらでかいよ。鉄棒 SP ですね。ジャッジがね熱いのが今のところ、ここでね鬼がかりエースが来たりとかすれば。そうですね、ちょっと弱いですか。鬼がはい、ちょっと弱い、ちょっとまだ弱そうですね。ちょっと弱めですね。鬼が勝ってほしいところ。あー緑や、あー 緑だな。オッケー、これは大丈夫でしょう。ええ当たらないでしょうとかですか。当たらないでしょう。大丈夫ですか山下さん。絶対大丈夫。緑よっしゃー、あらがいジャッジ。いい、俺は絶対あらがう。はい、残念。おめでとう。まあまあまあ、おめでとう。残念残念、残念のことおめでとうって言ってもやめてもらっていいですか。木村が、木村バンドが、はい、僕がちょっとプライド高いって言ってたんですけど、はいはいはい、木村も高くて、はいはい、ちょっとドライブの収録みたいなのやったことあったんですよ、はいはい、で木村バンドが運転して僕は助手席乗ってたんですけど、その時に急ブレーキ的なやつを踏んで、うん、木村が、はい、で僕の体がちょっと前にグーって なったんで、横のなんか持ち手みたいなやつ僕こ、はいはい、っそり持ったんですよ、はい、じゃあそれがなんか気に入らなかったみたいで、はい、急に顔色変わって、なんかそこ持たせてごめんなとか言って、なんかすごいあプライド高いんやって。そこでそれプライド高い、優しいじゃなくて。それなんかねちょっとプライドじゃなくて怒ってたんだ。ほんまに申し訳ないなと思ったんやで俺。いや違うと思うな。あメラちゃん的には違うように感じたってことですね、はい、謝ってはいるけど表面では謝ってはいるけど、そこを持たせてしまった俺のプライドを傷つけたみたいな。あーなるほど。だからやっぱメラちゃんやっぱ闇が深いですね。そういう風に考えるってことはどう言って欲しかったメラちゃん。いや別に何も言わなくてよかったんです。何も言わんのは変だ。多分その急にそうやって優しい言葉をかけられても疑ってしまうっていうことですよね、はい、そうですそうです、はい、闇が深い。女性もそういうとこありますか。私はどっちかっていうと、はい、そういうのあんまないタイプなんですよ。サバサバ系です。逆ですねメラちゃんと。サバサバしてるんですね。こういう台がね当たりたがってそうな時に当ててあげるのがやっぱ、はい、一流のパチンコ好きですから。いや本当にねあの木村さん同じこと私も言うんですよ。いや台が当たりたがってるんですよ、ね、何それ本当にただのパチンカスなんですけど。いやマジでやっぱサイトの波長が合わないと絶対に当たらないんです。呼吸を合わせるっていうのがあるから。る、ね、女の子との相性みたいな。いや、まあ、本当にあるのよ。そうですよ、言ったら女の子は何かしてほしい時にしてあげるみたいな。そう、かけてほしい言葉をかけてあげるみたいな。マジでそう、これかけてあげたら、俺当てるよ、かけてあげちゃったら。え、あげえかけ、いいよ、先にかけていいよ。いや、メラちゃん喋りかけたわ、うん、マジで当たるよ。マジで、いい台だな、本当に。あもう全然弱い、そんなんじゃない。弱いの、もっと優しい言葉。もっと例えばリゼロとか言ってるけど、俺お前とゼロから始めるつもりなんてないから。もうこっから一生お前しか見てないから。俺異世界なんか行かないから。これだから今日一緒に鬼がかろうね。
もうこれぐらい。うわー、うわー、いい、なに、いい、全然いい。なんかちょっと今のでも出来すぎですよね。ちょっとこう、綺麗、綺麗すぎる。はいはいはい。わかります？なんか、わかります。頭で考えたなっていう。そう、ちゃんとリゼロをなんか組み合わせたら、本当の木村さんの気持ちじゃないと思う。赤木、いける？僕、いけますよ。赤木、ちょっと頼むわ。うん、初めてやけど、あの、君と会うのは。でも、ピカピカしてて、こんなね、綺麗なあれが本当初めて、大好き、あったねー。よっしゃ、勝ったよっしゃ、勝ったぞでも、本心ですもんね、あたれーって言ったね。そう、あたれーっていう、はいはい、木村の場合ちょっと腹黒さみたいな。そうそう、ちょっとちょっとありましたね。まあまあ確かに全然腹黒いですからね。うん、女の子にも、女の子にもパチンコでも腹黒いですからね。大事ですけどね。すごい女の子、女の子いうな、メラちゃん。いや、なんか競争なんですよね。女の子の話ばっかり。女の子みんな好きでしょ、だって。あのね、こんなにもね、やっぱね、人生を教えてくれるものってないと思うんですよ、パチンコって。いい言葉。いいことも悪いこともパチンコが教えてくれるんですよね。そう、酸いも甘いもパチンコに私は教えられてきた。本当にそう。なるほど。だから僕はね、その信頼度とかっていう言葉あるじゃないですか。そのもう確率って平等に不平等なんやなっていうのを気づいたんですよ。あー、なるほど。80% って言われるのも外すし、うん、こんな 0.2% ですみたいなのを引いたこともあるじゃないですか。と、はい、いうことは 80% も 0.2% も平等にやってくんねやと。なるほど。だから、うん、その人生においてなんか諦めてやったらあかんなと、 0.2% やなと思ってもこれやらなあかんなと、うん、なるほど。全部パチンコ教えてくれるね。神様、黙っちゃった。今なんか赤木がずっと床見てた。床だけはみんな画面木村バンドがずっと喋ってる時床見てた。お前言っとくわ、床だけはみんな。木村さん、あのゾーン入ると長なるんで床見とこうと思って。なるほど、はい、あ、始まったって感じでした。名言ゾーン入ると、うん、床だけはみんなよ。でも床の模様がな、気になったもんな。いや、なってないですよ、うん、木村名言ゾーンね、うん、僕はやっぱ普段は羽物もよく打つので、ね、はい、やっぱ球の動きに関してはやっぱ注目してますので。一番プロかもしれないですね。そうですね、芸人唯一ですね。もう家近いんで、はい、同じホール、ほんまに山下さんとね、よう一緒に打てるんですけど。本当にこう待ち合わせしてとか、まあ、あ、もう行ったらいるから。なるほど、はい、結構なおじさんに混ざって一人羽もって木村は、はい、プロの立ち回りでね。僕だけガチガチに立ち回ってますので。いや、すごいな。だとしたらやっぱりその、やっぱそのそういう技術も大事ですけど、はい、どうせだったら出して、そうですよ、勝ち上がってほしいですね。そうなんですよね。あ、また来てるよ。さっきのやつ、白ゲー、白ゲー、チャレンジ、チャレンジ、チャレンジ、白ゲー。これ発展したら白ゲー攻略戦に行きます。さっきは発展したよ。はい、お願いします。おー、いったそれだけでもね、28% とかなってますよ。でかいよ、実は。 28% で3000発もらえるのでかいよ、意外と。割とチャンスよ。気持ち込め、喋りかけた方がええんちゃう、メラ。あの、頑張って弱いな。ちょっと待って、山下さん、これ今打たなくていいんですよね。今打たなくていいよ。あ、すいません。これは、スロットでもおなじみの演出ですね。はい、さあ、メラちゃん、ドレミさんが見てるぞ。ドレミさん見てる。お前、押してないやん。ちょっと、あ、やばいよ。大丈夫、討伐隊。プレッシャーかけないで。ちょっとさっきより弱いかな、ダメージは。そうですね。あー、ちょっと減ってないよ。大丈夫、大丈夫。メラちゃん、ドレミさん見てんのに。いや、プレッシャーかけないで、大丈夫、うん、あ、やばい、ボタン押さない。ボタン押せよ。押してない。押した押した、押しました。結構ギリギリに。はい。あ、でもいきなり行きましたね、来るし。2番目。おお、やばい。ここで追撃が来ればチャンスアップなんですよ。やばいよ、追撃。ああ、これは来てほしかったな。メラちゃん、でも赤やったらドレミさん。でもまだないことはないんちゃう。ないことはない。ボタン押せよ。鉄の牙、押す。うわ、めっちゃちっちゃい子供たちやん。めっちゃちっちゃい子供。あ、早いって。ああ、タイミング一番良くないわ。でも2回も、いや、ちょっと危ないな。いや、来てたな、メラ。あー、でもメラちゃん 28% 2回外してるから、もう 56% に溜まってるから、うん、次熱いで。嘘。うん、え、次来ますね、多分。次もし引いたら次来るし、次今回っても4回目は 100% になるから。すごい教えてくれる敵が。メラはでもあれしか来おへんな。確かに。お、またオリが来てる、白芸の。おー、あ、次入ったらやばいよ、メラちゃん。
次来る。おお。また来た。また来る。じゃあ、じゃあまた迫撃来た。どうも。すごいメラ。メラちゃん。すごい。真っ白な頭が。発展するか。発展するか。いやこれはもう 56% 貯めてるから熱いよ。へー。おー。やばい。3回目の。これマジでやばいわ。これ当たったら。発言攻略戦です。デートしてくれるかもよ。マジでデートしてくれるかも。これはどこ行こう。どこ行こう。どこ行こう。でも流れは分かりました。これやっぱ追撃が欲しいとこですね。さっきの。なるほど。この辺から赤とか欲しいですよね。そうですね。初めから強いの。ああ、またやばいよ。討伐隊や。討伐隊ですね。まあまあまだ1回目ですから。そうです。はい。僕なんかお芋掘るですけど音は鳴ってますね。なんかそうですね、音鳴りましたね、はい、今ちょっと様子見ます。メラちゃんちょっとボタン、はい、挟んでるよちょっと。はい。すいません。あ、お芋保留ではありますけど。あ、紫に変わりました。やばいぞメラ、これで当てな。俺の追撃でいくからな。これで当てな。俺の追撃やなし。追撃なし。そんなこんなしてる間に木村さんの方に。俺追い上げるよ今。うわ、鉄の剣またちっちゃい子だやんこれ。大丈夫大丈夫。子供たちやん。メラちゃんの仲間。大丈夫。メラの仲間。よしよしよし。残念。そんなに、こんな短時間で 28% そんな外す。いや、分からない。こんなに来る。おえ、えぐい音なってる。何何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 うわ、おめらいいぞ。デートやん、デートデートだ、デートやん。どこ行ったらいいんや。ちょっと待ってくれよ。うわ、絶対俺の番やったやん。メラちゃん見事ラッシュゲット。これはすごい。これ3連発が出る。メラちゃんここで追いつきときたいな。ありがとうございます。あ、でも赤、そうですね、紫にも変わってるし。メラちゃんが鬼がかり。7つ柄が揃っております。さすがメラ、ありがとうございます。右打ちよ、はい、右右打ち、はい、右打ちしてね。右打ち、はい、右打ちしてねってすごいタメ口で喋っちゃった。いや全然いいです。右打ち、タメ口でいいです。うわー、いいなー。ちょっと僕はダメでしたね。完全に今のはもう流れ持っていかれましたね。よっしゃ、メラちゃんもこれでちょっとプラスちゃん、はい、マジっすか。いや、そうかもしれないです ね。めっちゃ玉出てきた。いや、すごい。3000発はでかいよ。しかもこっから早いから。山下さんどうですか。最高。これ速さ見せてもらうと。そうですね。え、お前打ってる今。あれ右に出ない出ない。右打ってる。あ、今打ってます。はい、よかったよかった。おっしゃ、ちょっとやばいやばい。ドレミさんどこ行きます。あ、何の話ですか。当てたんでちょっと。私は別になんか行くとは言ってない。あすごいとか大のなんか。あ、なるほどなるほど。始まってるんで、はい、早い早い。あ、もうこんな感じで、はい、めちゃめちゃ早い。あの、バトルとかなく、はい、すごいやばい。お前これ俺パチンコ番組で前代未聞や。激アツが左に。あ、いたいたいた。